ックチェック今日も上海。はい、どうもヘンでございます。おはようございます。朝から変な動きをして自分のテンションを、ね、高めていくためにこうわざと体を大きく動かします。今日の朝食会場は1階だ。はい、どうも。今から地下鉄に乗ります。乗り方のね、乗り方のですね、ちょっと説明とね、したいと思いますよ。じゃあ行きましょうか。暑いね今日は。よし、まあ6号線10号線とか何とか号線とかつっててこう、まあいろいろ色分けされてすごく分かりやすいんですけども、路線はね、あとはその自分の行きたいところの路線と、あとはそのね、その駅からと、まあ、交わっているところは乗り換えて乗り換えをすると、まあ、普通のね、駅の使い方とっていうか電車の乗り方と一緒です。中国は日本と同じ漢字なので、漢字文化なので、もともと中国から来ている漢字文化ですから、ちょっと勉強すればね、なんとなく分かりますよね。どういうことを書いてあるのかというか示しているのかっていうのはね。チケット売り場はどこ、 ありましたね。はい、こちらです。はい、こちらチケット買うときはまず行きたいところをね、見ます。で、僕らここは10号線なので10号線をまず押しちゃいますね。10号線とこちらにありますね。10号線をポチリンと、とそうするとこうバーッと駅名があります。今僕らがいるのが、ここなのかな。うん、でここからずっと行きたいところが、この虹橋駅、こちらポチッと押しますと、そこまでのいくら 4元と出ますね。で、まあ、僕ら今日は2人なので、2人でお金を入れるのかな。そうするとこのように、チケットが2枚、チケットというかこうカードですね、カードがこう2枚出てきました。はい、でお釣りも一緒に出てきますという具合です。でですね、お乗り方は、今ね結構セキュリティがね厳しくてこんな感じになっちゃってますけど、でこれチケットはね、ここにポチンとこうまずかざしてください。そうすると OK と出ますんで押していくと、はい、そんな感じです。これね、ちゃんとね持っといてくださいね、出るとき必要ですから。はい、この知らない場所、知らない土地に来たときにね、一番厄介なのがこの駅ですよね。一体どっちに自分は行ったらいいなってときに、この上海のね、この路線図を見てもらうと、色がついてる方に進みますよと、色がついてる方に進むんだぞと。だからこれね、自分が行きたい方向の駅の方に、行けばいいので、だからこちらとこちら左右どちらの、乗り場に乗ったらいいのっていう時はすぐね、分かりますよね。これがすごく便利でいいかな。日本だとほら分かんないじゃん、駅について。あれどっちなの、どっち向き、何々方面行きってしか書いてないでしょ。そう、何々方面が分かんないんだっつうのみたいなね。だから結構上海は親切にできていると思います。分かりやすさがすごく僕はいいと思いますよね。日本もこんな風にもっと分かりやすくやってくれたらいいのになと思うんですよね。新天地啊，那个？新天地啊。新天地啊。马路那边。啊、okay ，就是那个楼层，就是的。就新天地。新天地。啊，谢谢。もう分かんないときは聞くに限りますな。新天地は向こうの方だそうです。まあね、外国でもね、人はね、結構親切にね、答えてくれるからありがたいですよね。やっぱりね、人ってね、多分ね。
自分の知ってることで知らない人に何かこう教えてあげるってことは決して嫌じゃないんですよね。本当にそれも聞き方っていうのがあって、どこどこ行きたいんだけどどこ行けばいいんだよみたいなこと言うと、何だお前、お前なんかに教えてやるかよみたいな感じになっちゃいますけど、申し訳ございませんけども、ちょっとどこどこに、ここってさっき通らなかった、あ、似てる似てるだけね、どこどこ行きたいんでございますけども、強いてはですね、教えていただけるとちょっと助かるんですけどもっていうね、そういう気持ちでね言えばね、大体皆さん教えてくれます。危ないよ、よし、危ない、危ない、ああ、もうちょっとで引かれるとこでした。